はい、こんにちは。グッドテイスト TV のひろとです。本日はこちらレビューしていきます。はい、ブラインドバーバーの60プルーフワックスです。お値段が 70g で税込み3300円となっております。はい、ということで本日はニューヨーク初の理髪店グルーミングブランド、ブラインドバーバーから出てる60プルーフワックスというね、まあヘアワックスになりますね。まあこちらね、ワックスということで、まあクリームタイプのテクスチャーなんですけど、っていうとちょっと前にレビューしたこの90プルーフポマードもね、クリームタイプのテクスチャーでしたが、この2つの違いはですね、まず90プルーフポマードの方はストロングホールドマットフィニッシュってことで、まあ、マットポマードとかね、ちょっと強めのマットワックスみたいなね、そんな感じの使用感ですね。で、今回のこちらの60プルーフワックスの方がミディアムホールドナチュラルフィニッシュということでね、まあ、よりこうナチュラルで自然なスタイルが作れるというね、そんな製品になってます。で、まあ、ナチュラルな仕上がりになると言ってもですね、ここにも書いてある通りミディアムホールドってことで、まあ、決してセット力弱くないですし、髪の毛まとめるためだけのナチュラルクリームみたいなね、そういう感じではなく、これ単体でもね、セットが決まるような、そんなこう使い勝手のいい製品、ユワックスかなと思いますね。ワックスってことでですね、もちろんショートの方が使ってもいいと思うんですけど、僕のイメージではですね、ちょっとこうトップに長さのあるような方ね、がこうふわっと流して外人さん風のセットするとかね、そういうのもね、すごくかっこよく決まるようなスタイリング剤かなと思いましたね。はい、ということで今回はブラインドバーバーから60プルーフワックス、こちらを詳しくレビューしていきたいと思います。チャンネル登録まだの方は登録ボタン先にポチしていただいてから、あ、よかったら最後までご視聴ください。はい、パッケージから見ていきます。こんな感じで全面ブラックのジャータイプの容器になってますね。こちら素材はプラスチックっていうんですかね、あの瓶ではないんですけど、華奢な感じは全くなくてですね、かなりしっかりした容器になってます。軽く叩くとコツンコツンと乾いた音が鳴るようなね、そんな全体的にかなりこう硬い頑丈な容器になってますね。はい、こんな感じでブラインドバーバーワックスミディアムホールドマットフィニッシュと書いてありますね。ブラインドバーバーはラインナップによってここの部分のカラーが違うんですけど、60プルーフワックスは紺色、藍色みたいなカラーが使われてますね。そして蓋の部分上から見てみるとこんな感じです。非常にスタイリッシュでモダンなニューヨークの最先端なバーバーカルチャーがね、このデザインからも伝わってくるような感じがしますよね。はい、そのまま蓋開けてみたいと思います。今回も開けたばっかの新品の状態のものでレビューしていきたいと思います。まあワックスらしいクリーム状のテクスチャーで、見た目的にはね、少し前にレビューした90プルーフポマードとそう変わらないかなという感じがしますけどね。ただ指にとってみるとこの60プルーフの方が若干質感あるかなという感じです。90のポマードの方は結構水分しっかり含んでる感じのね、みずみずしいテクスチャーでしたけど、セット力はその90ポマードの方が上でしたが、テクスチャーはこの60のワックスの方が若干硬いですね。まあ若干ですね。ただこちらも非常に滑らかなテクスチャーで伸ばしやすいですし、大変扱いやすいです。若干この時点でね、マットっぽくなりそうな広がり方するんですけどね、ただそんなゴワゴワボロボロするような感じではなく、非常にクリーミーで滑らかな質感ですね。はい、続いて香りです。ブラインドバーバーの香りはですね、トンカビーンズの香り、スタイリング剤ラインナップはこのトンカビーンズの香りで統一されてますね。バニラとかアーモンドのようなね、ほんのりした甘い上品な香りなんですけど、前回ブラインドバーバーのねレビューした時にも言いましたが、このトンカビーンズの香りっていうのはですね、桜餅の香りに似てますよということでですね、桜餅に含まれてる成分と同じ成分がね、このトンカビーンズには含まれてますよということで、確かにそう言われて嗅いでみると桜餅っぽいようなね、上品な匂いがしますね。さらにまたトンカビーンズについて今回いろいろ調べてみたんですけど、この上品な香りはですね、高級ブランドの香水などにもよく使われてるそうですね。代表的なところで言うとシャネルのナンバー5やナンバー19、19などにも含まれてるということでですね、やっぱそんな感じのね、ちょっとこう高級感あるようなね、甘い香りになってますね。あとはですね、トンカビーンズのこの甘いパウダリーな香りは心を落ち着かせてリラックスさせる効果があります。また豊かさとエッチな気分になる効果がありますということでですね、まあ、確かにね、こうなんか甘い感じのムードによく合いそうなね、まあエロいっちゃエロいような感じの匂いがしますね。まあでも冗談抜きにね、あの女性が嗅いでもすごくこう好感の持てるような香りなんじゃないかなと僕は思うんでね、ぜひデートの時なんかにもね、これいいんではないかなと思いますね。まあお仕事とかだとちょっとまあふわっと匂いこれ出るのでどうかなと思いますが、プライベートではね、そんなにこう強烈にプンプン匂い出るような感じではなく、まあほんのりの感じなんでね、ぜひねちょっとモテたい時にはねおすすめですね。はい、ではマネキンにつけていきたいと思います。クリームタイプでね、まあワックスなんですけど、伸ばしにくかったり馴染みにくかったりってことはないんですが、やはり若干マッ
ットよりの使用感つけ心地かなと思いましたね。ベタつく感じもそこまでなく、少し乾いたような感じのね、ナチュラルなつけ心地です。でですね、今回新品の状態の製品使ったんですが、このマネキンくらいの長さで乾いた状態の髪につけて、でコームでこう何度も伸ばすようなセットをすると、ちょっと若干白くダマになるかなという感じでしたね。ちなみにこれ僕も自分で使ってダマになるかどうか試してみたんですけど、僕が自分の髪自分でセットした限りは全くダマにならなかったんで、多分長さとか髪質とかセット方法とかにもよると思うんですけど、なのでおすすめ方法はですね、これくらいの長めの髪でコーム通してセットする場合は、タオルドライとかのね状態でつけた方がいいんではないかなと思いますね。あんまり髪の毛乾いた状態でこれたっぷりつけて、何度も何度もコームで擦るようなセットの仕方すると、ちょっと髪質によってはねダマになったりするんではないかなと思いますね。これはブラインドバーバーの60プルーフワックスがこうなるっていうよりは、こういった水溶性の洗い落としのいいクリーム系スタイリング剤だとね、特にちょっとマットっぽくなるような仕上がりになるやつだと、髪の上であんまり摩擦が起きるようなスタイリングの仕方するとたまにこうなったりすると思うんでね。なので繰り返しになりますが、長さがある程度あってコーム通してセットしたい場合は、少し髪の毛濡れた状態でね、で上からつけるともっと滑らかに馴染んでいくと思うんで、ダマにもなりにくいかなと思います。よかったら参考にしてみてください。でそして時間経過するとこんな感じになります。一度ダマは置いといてですね、まずツヤですね、あんまりつけた直後と変化はないですかね。ナチュラルな感じでマット寄りなんですけど、マットすぎずしっとり自然なツヤ感のままですね。そして強度としてはですね、今まで紹介してきたブラインドバーバーのスタイリングシリーズ151プレミアム、101クラシック、それから90ポマードなんかと比べると、もちろん今回の60のワックスが一番弱いんですけど、パッケージにもミディアムホールドって書いてあった通りね、決して弱すぎず、まとめるためだけのナチュラルクリームとかではなく、ある程度しっかりしたねミディアム程度のセット力はやっぱあると思いますね。ただこちらあくまでワックスということで、ポマードなんかに比べるとやっぱりつけ心地軽いですし、ナチュラルな仕上がりになるのでキープ力も強くないですね。時間経てば経つほどしなやかに乱れてくると思います。再セットもですね、手で直すとかだったらもちろんサッといけるんですけど、表面乾いててベタつき感そんなないんでね、そこはすごくいいんですけど、ただ再びコーム通したいとなるとやっぱちょっとギシつきますかね。しっとり自然なツヤ感に仕上がってますが、少し表面の方はこうマットっぽい、若干マットっぽいような乾き方するんでね、なのでどうしてもコーム通して再セットしたい場合は、少し髪の表面水で溶いてあげたりした方がいいと思います。最後に洗い落としは抜群になってますね。こちらクリームタイプのワックスなんですけど、水溶性のスタイリング剤なので、シャンプー前のシャワーの予洗いだけでほとんど全部つるっとね全て落ちていくような感じです。はい、ということでね、ブラインドバーバーの60プルーフワックスでしたが、まあこちらワックスってことでね、ポマードみたいな使い方、こうピタッとコーム通して押さえるような使い方にはあんまり向いてないかなと思いますが、ショートの方が使ったりですとか、あとはまあ冒頭にも言いましたが、ちょっとこう外人さんみたいなこうね、ふわっとしたねスリックバッグとかにはすごく相性いいんではないかなと思いますね。その際はですね、ぜひタオルドライですとか、以前にもレビューしましたがね、この40プルーフシーソルトスプレーとかね、こういうのを使ってちょっと髪の毛濡れた状態で上からこれつけてスタイリングするとダマになりにくくね、スムーズに馴染んでいくかなと思います。こういった水溶性のね洗い落としのいいマット系ポマードとかワックスとかねクリームとかだと、たまにこうね髪の毛の上であんまりこう擦るようなセットするとダマになりやすい製品とかもあると思うんですが、決して不良品とかではないのでね、セットの仕方だけちょっと工夫してあげるとねいいと思います。そこだけちょっと気をつけたいところですね。今回のこのブラインドバーバーの60プルーフワックスもこの仕上がり、確かなセット力があって、しかもこの抜群の洗い落としの良さっていうね、非常に製品自体は高品質だと思うんでね、よかったら皆さんも試してみてください。はい、こんな感じで今回はこちらブラインドバーバー60プルーフワックスをレビューしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信しておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またコメント欄からレビューしてほしいスタイリング剤のリクエストも随時お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。